どうもイベント発生の予感がいたします。一体どこにいるのかしら。どうしたんですか。うちの子が迷子になっちゃったの。電話に気を取られていたら逃げられて。あんた最低ね。ことみ、親だったらしっかり見てなさいよ。それにその言い方が気に入らないわ。何よ逃げられるって。子供はペットじゃないのよ。そうじゃなくて。言い訳は聞きたくない。行きましょう。朝日、どこへ。私たちでその子を探すのよ。本当ですか。あんたはそこで待ってなさい。もしかしたら戻ってくるかもしれないもので。性別は、名前は。とっても可愛い女の子で、花ちゃんって言います。それだけ分かれば十分よ。それじゃさっさと探しましょう。ごめんなさい、あいつ急に怒り出したりなんかして。ちょっと訳ありなんです。お嬢様が幼少の頃より海外にて生活をされていたのです。ご帰国なさるのも年に一度だけ。そんな生活が10年以上続いております。当然寂しくないわけありません。その寂しさを私では埋めることができませんでした。必ず見つけますね。セーブポイントです。こまめに記録しましょうね。妄想球にご用でしたら万全の準備をしましょう。花ちゃん、小さくて可愛かったな。やはり私の解釈に間違いありません。花ちゃんこそ300年に一人の逸材。ちょっとあんたたち。なんだお前たちか。君たちは一体。そんなことどうでもいいのよ。あんたたち花ちゃんを知ってるのね。このアイドル研究会の細川細美が知らないわけないでしょ。はまさか本物の花ちゃんを拝めるなんて。どういう意味。どういうって、 ACQ48 の神田花子ちゃんのことでは。マスクで顔を隠してたけど、あれ絶対に花ちゃんだった。紛らわしいのよ。失礼な女子ですね。ああごめん、俺たちちょっと人を探してるんだ。花ちゃんっていう小さな女の子なんだけど、知らないよな。僕はロリコンじゃないよ。私の辞書にも登録されていませんね。一体どこのアイドルなのでしょうか。朝日、時間の無駄よ。わあ待てって。二人ともごめんな。それじゃあ俺たち急いでいるから。セーブされますか。お間違いなさらぬように。花ちゃん、可愛かったな。ねえ、今なんて言ったかしら。いきなりごめんな、ネクラ君。俺たちさ、その花ちゃんを探してて。あんた、花ちゃんを知ってるのね。知ってるよ。さっき一緒に遊んだから。遊んだ。ねえどこでよ。落ち着けってことみ。またさっきみたいな勘違いかもしれないぞ。なあネクラ君、その花ちゃんってどんな子だったんだ。小さくて、とても人懐っこくて、可愛かったよ。それ花ちゃんじゃない。何か変なことしてないわよね。一緒に遊んだだけだよ。なでなでは したかな。許せないわ。なあネクラ君、花ちゃんとはどこで遊んだんだ。
そこの路地裏だよ。ありがとな、ネクラ君。だけど、撫でたりなんかしてたらいつか捕まるぞ。気をつけろよ。どうしてかな。路地裏ってここかしら。だけどどこにもいないな。もしかしてさらわれたとか。そんな。花ちゃん、どこ。隠れてないで出てきなさい。おーい花ちゃん、ママが探してたぞ。って出てこないか。まさか本当にさらわれたんじゃ。縁起悪いこと言わないでよ。そんなこと考える暇あったらもっと探しなさい。ごめんねえ花ちゃん、お願い、いるなら返事して。猫。花ちゃん、どこなの。ねえ花ちゃん。ことみ、足元。何よ、ただの猫じゃない。いや違うんだ、見てみろよ、この猫の首輪。首輪くらい今時の野良猫はしているわ。ほら、いい子だ。ちょっとだけ抱っこさせてくれな。ああやっぱり。ことみ、これを見てみろって。この首についてるプレートだよ。花子。それが花ちゃんの正体。4歳くらいのとっても可愛い女の子だ。はあ、何よそれ。俺たちが早とちりしてたみたいだな。ま、見つかってよかったじゃねえか。ああよしよし。はあ、呆れた。それじゃ飼い主に届けに行こうぜ。セーブされますか。お間違いなさらぬように。はい、飼い主さん。花ちゃん。あーよかった、花ちゃんが帰ってきた。まったく紛らわしいのよ。最後まで話を聞かなかったのはことみだぞ。本当にどうもありがとうございました。お礼はいらないわ。その代わり一つ命令を聞きなさい。命令ですか。これからはしっかりと見てなさいよ。絶対に一人きりにするんじゃないわよ。はい、もちろんです、約束します。それじゃ行っていいわ。誰だって一人は寂しいの。琴美。何でもないわ。そっか。そうだ朝日、あんたにも一つ命令があるのよ。え、俺。これから毎日花ちゃんを探すのよ。はあ、こんな毎日なんだから当然じゃない。あけみさんに相談してみます。セーブポイントです。こまめに記録しましょうね。妄想球ですね。お入りになられますか。あの、朝日様、少し寄らせていただいてもよろしいでしょうか。殿殿にですか。電化製品を買い替えておこうと思いまして。何言ってるのよ。家にあるものはどれも壊れてないわよ。お嬢様は知らないかもしれませんが、洗濯機など結構ガタが来ているのですよ。トースターも焦げつくようになってきましたし、家事をやっているといろいろと不便なんです。ですので今のうちに買い替えておこうと思いまして。うん、ならいいわ。さっさと買ってしまいましょう。これで大丈夫ですね。
後でお屋敷に届けてくださるみたいです。だけどどうしてかしら。せっかくだし大型の洗濯機にすればよかったのに。容量が少ない方が使う時も掃除する時も快適なんですよ。吉野がそう言うのならまあいいわ。ありがとうございます。きっとこれならお嬢様でも大丈夫ですよ。え、そうだ朝日様、ついでと言ってはなんですがもう一件よろしいですか。うん、いいですよ。でしたら中央通りの本気法廷へ参りましょう。セーブポイントですし、休憩になさいますか。妄想球にご用でしたら万全の準備をします。それでは買い物を済ませてきますね。ああ、俺も手伝いますよ。ほら、琴美も行くぞ。ねえ、吉野、あなた、一体何を買うつもりかしら。日用品です。ほら、今のうちに補充しておこうと思いまして。ふん、だったら行ってきなさい。私はここで待ってるから。琴美？いいんです、朝日様、これは私のお役目ですから。遅かったじゃない。つい買い込んでしまいました。そんなの無駄遣いよ。吉野にしてはらしくないじゃない。確かにこれは買いすぎだな。トイレットペーパーにゴミ袋、洗剤まで。せっかくの機会ですから。それじゃあせっかくですし、他にも行きたいお店はありますか。でしたら最後に本屋へ寄らせていただけますか。一冊だけ買いたい本があるんです。それってどんな本です。お料理の本です。料理本か。だったら電気街口のエトリエ行きましょうか。さまざまなものを取り扱うお店のようです。セーブされますか。お間違いなさらぬように。それじゃ荷物重いでしょうし、俺がここで見てますよ。あら、申し訳ございません。それではお言葉に甘えさせていただきますね。私も待ってるわ。それでしたら朝日様、お嬢様のことよろしくお願いしますね。ああ琴美、さっきからどうしたんだ。どうかしてるのは吉野の方よ。吉野さんが？何も、今買わなくてもいいじゃない。これじゃまるで。琴音？お嬢様、朝日様、お待たせいたしました。料理本は買えたのかしら。はい、バッチリです。ちょっと見せてくれるかしら。お嬢様。ねえ、どうして、どうして今さら初心者用の料理本なのかしら。え、もうお嬢様、いつだって初心忘れるべからずですよ。お嬢様のために少しでも美味しい料理を作りたいと思いまして。何よそれ。なんだよ琴美のやつ、やっぱりおかしいのはあいつの方じゃん。あいつの方というのは。ああ、それは。そうですか、お嬢様がそんなお話を。やっぱりあいつなんかおかしいですよね。一体何に怒ってるんだか。もしかしてお嬢様は気づいているのかもしれません。だからきっと。吉野さん。こちらの話です。だけど私は嬉しくも思います。些細な変化にもお嬢様がお気づきになられるだなんて。だって吉野さんと琴美ってずっと一緒なんですよね。だったらやっぱり
些細な変化でも気になるんじゃないですか。はい、ずっと一緒でした。お嬢様が物心ついた時からです。立場は違えど、ずっと同じ景色を見てきたんです。どういう意味ですか。深い意味はございませんよ。主人とメイド、それ以上でもそれ以下でもありません。私はお嬢様のためのメイドなんですから。セーブされますか。お間違いなさらぬように。